はい、ということで今日は都立大学駅来ております。エルテンポのリハでですね来ております。なかなか来ることは、僕はもうスタジオでしか来ることはないんですけど、すごいね、この都立大学駅付近っていうのもいいお店とか美味しいご飯屋さんありそうでいいですね。とても素敵、結構人気のスポット、住むのにも人気のスポットだと思うので、来た際にはぜひ美味しいご飯屋さん探してみてください。で、明日が僕らエルテンポのね、ライブになるので、多分フリーの場所でのライブになるのかな。なのでぜひ来れる方は見に来てくれたら嬉しいなと思います。日比谷野音の近くにある、日比谷小音楽堂というところですね、でのライブになります。フリースペースなので、何時ぐらいだったかな、12時あたりだったと思いますけど、ぜひ来てください。よろしくお願いします。じゃあちょっと、駅の周辺をちょっと回ってみますかね、少し時間があるので。もうなんかね、いいよね、都立大のこの空気感って僕好きなんですよね。結構すごい静かで、ガヤガヤしてなさすぎず、そして駅すぐ出ると商店街になってるんで、いろんなお店が本当にいっぱいある。で、サクッと食べれるお店もいっぱいあるし、コーヒー飲むところもあるし、コージーコーナーもあるからね、ケーキもいつでも買い放題。で、このメイン通りとかはね、ココイチとか松屋もあります。コーヒーでも飲んでいこうかな。いや、このドトル初めて見たな。すごいいい感じのドトルコーヒーができてる。あったのかな、前から。なんかめっちゃおしゃれなんだけど、そこのドトル行ってみようかな。ということで、いい感じのドトールで注文して商品待ちでございます。なんかめちゃくちゃいい感じで、最近できたのかな、花も届いてて、結構広くてね、なんかもうゆっくりと、お茶できそうな空間が広がっておりました。めちゃくちゃコメダみたいな、なんかね、雰囲気というか、ゆっくりできそうなお店でございます。すごいね、いい感じのところですね。また一つ都立大学駅好きになった。なんか喫茶店テイストっていうのかな、喫茶店っぽい感じも残りつつ、ラグジュアリーの感じもあるんで、めっちゃ大人も若い子も行きやすそうな場所です。すげえ、一個で自家製ジンジャーエールっていうのが気になったんだよね。ただちょっと今からめちゃくちゃ脳みそ使うんで、やっぱコーヒーかなと思って。はい、ということで、こちらアイスコーヒーとホットドッグを注文しました。リハのね、前に食べてからがっつりやっていこうと思います。じゃあ行ってきます。
い、ということでリハ終わりまして今から帰ろうと思います。はい、明日はね、めちゃくちゃ楽しみな野外ライブ、フリーライブになるんで、じゃあバイバーイ。